こんにちは、ポチママです。伊豆城ヶ崎の続きをお届けします。歩いたのに片の道、それを降りてほら、あの人たちいるじゃないの。フラワーガーデンの中のカフェからの眺めです。先ほど灯台の向こうの吊り橋まで歩いた道のりを眺めながらお茶をしているところです。ポーちゃんいっぱい歩いたね。結構険しい道のりだったよね。お疲れ様のデザートをいただきます。この青いバタフライピーティーはマメ科の植物ということで、ちょっとお豆っぽい味がします、うん、そしてレモンなどの酸性の果汁を入れると色が変わるそうです。何色になるのでしょうか。ちょっと紫っぽくなってきたかも。全部入れてない。うん。あ、変わった。紫色に変わりました。さあ、お茶の時間が終わったので、今度はポーちゃんの写真撮影です。このフラワーガーデンの中には犬用のフォトスポットがたくさんあるそうです。受付でフォトスポットのマップをいただきました。番号が振ってあるところがそうです。こんなにたくさんあるんだね、ぼーちゃんね。全部回れるかな。最初はお花畑の中でパチリ。ぼーちゃんじっとしてないから撮れないよ。失敗。ポーちゃんが映ってなかった。ポーちゃんニコニコだね。楽しいね。大島をバックにお花畑の中でポーちゃんちょっと一人で写真撮れるかな。やっぱりダメか。私後ろに立つから写真撮って、うん、今度はバーバと一緒にパチリ。ポーちゃんこっちだよ。次は黄色い花の前でパチリ。次はね、バラの椅子があるんだって、行ってみよう。この次はね、またお花畑だね。今度はね、映えスポットがあるんだって、ぽーちゃん。あ、かわいいのいっぱい撮れたね。この真ん中のところでちょっと写真撮ろうか。はい、行きます。バーバーカメラの練習中です。もっと上でいいのかな。ちゃんと撮れてるよ。そうしよっか。わあ、すごいね、このバラ園も見事だね。ぽーちゃん、かわいい花壇の前で写真撮りたかったけど、あー、ダメだね、ぽーちゃん。ぽーちゃんの写真撮影で夢中になっていたら、もう閉園時間になってしまいました。慌てて出口に向かっているところです。
今回も最後まで見てくれてありがとう。またねー。